はいどうもシュータです。南総里見スクローズ続きをやっておしまい。コラスカパンタン、あらほらさっさ、そんなことはいいんだ。さあ南部線、なんともはや柴田城落とされるかと思ったら、我々も引かずにあちこち攻める素振りを見せたおかげで取られずに向こうからこうはやってきた。しかし長かった。6-0 ではあるが、あまりにも長く、そして代償も大きかったのである。残りは織田でございます。さあ佐渡から南は神原、ここまで西の方向、織田を攻めていかなければいけない。ここで朗報が一つ。神原の砦で織田軍壊したようだ。なんだこれは。武将武田信玄一人で守ってる。なんだこれは。拠点情報、浪人ゼロ。いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと織田軍の情報見よう。織田軍の情報見ようぜ。さあ勢力情報、だいぶ減りましたね。里見南部、北条、織田、龍造寺、肝付、島津といった勢力、1,2,3,4,5,6,7勢力というところでございます。織田家700ぐらいの武将が851、ほとんど抱えましたね。これほとんどいったぞ。これはで我らもよく見たら99、北条と並ぶって少ねえなこの野郎。島津より多いぞ。で拠点数も南部を超えた。我らすごい、全国2位だ。里見全国2位なのに兵数は包丁と変わらない。どれだけカツカツかということだ。あとはですね、一つ作戦がございます。私まずですね、集結を早める。まあ、前回やりましたよね。まあ、取られる前の会津新宮城と柴田城、この2拠点に武将をまず移動させて、柴田城の守り間に合わないところを間に合わせた。軍勢の移動よりも武将の移動の方が早いので、2拠点で合わせて7000の兵しか出せないですけど、まあ、遠くから軍を持ってくるよりは一旦ここに武将を集めて、その7000の兵に振り分けた方が集結が早い。よって敵より先について守りが取れるというやり方ですね。これをですね、前もって、まあ、例えば岩村を本拠地として、まあ、せいぜい飯田ぐらいを市場として、この岩村飯田2拠点で動員して守るような方法を考えたりとか、もうやった方がこれいいと思うんですよ。いや普通に信長の野望大将やってたらですね、ここまでする必要ないんですよ。そんな集結時間までそんなに考える必要はなく、結構難しい局面でもそんなに集結時間気にする必要はないと思ったんですけども、この縛りはもう集結時間やこの兵糧ですね、これ短くそして節約するためにこの方法を取らざるを得ない。でもう前線ではないしろ、これはもう完全な生産地にするしかないですね。で一番困るのがこの北条みたいに無駄に接点が多い、こういうところ府中とかゼロにしちゃってますけど、これ宣戦布告府中って言って囲まれたらあっという間に取られちゃいますからね。この河野台とかもそうですけど、今リスキーなことやってますよ私。ここら辺をちょっといろいろ整理して振り分けていかないといけない。まあ、正直こっちの方がリアルな戦い方だと思うんですよね。もう遠くからわさわさ集結してっていうよりは、その国ごとにある本拠地近隣の市場から集まって敵と戦うっていう方がリアルですよね。なるほど、苦しければ苦しいほどこのゲームはリアルになっていく、そういった側面があるのか。まあとにかく今月はこのまま時間を進めましょう。で滝川クリステルがこっち見てるな。またいやらしい顔してこっち見てるな。滝川クリステルの良さがこの年になってやっと分かりましたよ。やっぱ子供だったな昔は。滝川クリステルの良さが分かんなかった、あの熟女の色気が分かんなかった。いや昔から熟女じゃなかったけども。さあ今ざっくりとですが、配属を変えて歩兵もし直して、この飯田城11人移動させてます。ここには兵は17,000、こんな感じですね。前線に向かって増やしていく。でこの後方の高と上原などはゼロですね。人もゼロにします、ゆくゆくは。で中野にちょっと入れて、つつじが先、これ中野も守備兵だけですね、ほぼ。で藤吉田、まあ、直接来られても中野とこのニラ山、ここ26,000、
そして武将12、これ韮山だけで1軍団行けるという、こんな感じですね。1城から1軍団出すっていう、まあ、これなら集結時間相当短縮できる、そして兵糧も短縮できる。ここまでやらなきゃいけないのか我々は、このクソ縛りが。さあでは時を進めましょう。さあさあさあ、佐渡どうなるんだ。佐渡先に入るか、どうだどうだ、先に入れそうだ。報告いたします。今のところまともにまともに攻められそうなの佐渡しかないぞ。あとこの同意メンバーがどういう手で動くかな。でなんといってもですね、織田家ですね、この内陸部、このざっくり見た感じ砦がないんですね。砦だって、砦なしでも攻めてこれないから、いらないんだというばかりですね。そうやってぬくぬくやってるがいいよ。ガンガン攻めてやるよ、後で後でな、何年後か分かんないけど。さあ佐渡島取れるのかい。待つとしようか。ん、なんだなんだ、その待つとしようかってなんだ。ああ、吉織か、吉織、吉弘か、吉弘が町に入った。どうだ、よし、佐渡島入った、入ったぞ。入ったけど、これどうなるんだい。砦ではないな、よし、砦ではない、このまま囲めばいいのだ。一戦交えようではないか、織田よ。ん、なんだ、来てる来てる来てる。岩村に、岩村にやってくるぞ。よろしいよろしい、やってくるがいいよ。出陣する。なんだこれ、土井メンバーか、土井メンバーで来てんのかこれ。土井メンバーこっから岩村かよ、これどういう嫌がらせだよお前。なんだこれ。でここは違うんだ、ここは松倉守りに入った。おい、わけわからんわ織田は。敵が我が領内に向かっております。もう一個来た、乾、これは守備いる。しかしなんかこれ忍者にだいぶやられてんな、鋼のやつ動けないけど、まあいいだろう、乾は狭いからして大丈夫、鋼でも守れるはずだ。さあ佐渡で滝川クリステルだ。滝川クリステルペロペロ舐めてやるよ、もうペロ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 。吉高対滝川だ。1万4000対2万8000、約倍でござる。こちらが守り。さあここは大将先駆けなんて言っちゃってるけど、陣を捨てろと申すか、先駆けてどうする。いずくさん、さわやの戦い、ジュリー、タキはタキオ、歌い方はマッチだぜ、マッチです。敵は本陣切り込み、本陣切り込みとの情報だ。よし、わしらは敵の居所知れました。よし、よし、タカは下がるのだ。そして左から滝川、前からなんかお姫様が来たぞ。よし、ここは動くな動くな、じれて動いたら負けだ、動かずともよい。やりたい、前へ。おっと、奇襲が入っちゃった。今だ、横陣を入れよ、お姫様に入れていくんだ。よし、おとれたらちょっとだけ前出ろ、突撃でちょっとだけ前出て。さあ、いやらしいやらしい。さあ敵が4部隊目の前に現れた。今ぞ。お、もう一発奇襲入ったぞ。で、おとり挑発、お姫様とその後ろのお月のものにかかったぞ。さあこいつはシルダン優かな、宇都宮不殺だ。なんだ宇都宮家か、もう本体顔出していいかな。この守りを、守りをずっと見ていくんだ。ちょっとチンギスハンの士気が、チンギスハンの士気が落ちている。こういうところをまめに見てって、スイッチスイッチ策のあるものがしていくんだ。場所を変えて、場所を変えて、陣は取られないでね。放て、陣取られちゃダメだよ。敵の居所どうだい、どうだい、逃げないのなら。さあカイドウ撃ちてる、ね、大返しも出る、動いてないのに、敵の居所動いてないのに大返し。そしておとり挑発。さあ逃げられねえぜ、お姫様逃げられねえぜ、どうすんだい。ご命令を。よし、カシワレイソルと成田空港交代。ご命令を。覚悟は良いか。スイッチスイッチ、よし見ていく。敵の居所知れました。おっと、なんか強撃を食らってるぞ。吉高大丈夫か、この一撃全てをかける。あんまり良くないとすると、間もなく策のあるもの、敵の冬姫ちゃんは撤退、いや回想というところだ。撤退は全然まだまだじゃ。ございます。さあどうなる、回想出すか。敵の回想、よし回想出した。ここはじっくり待つんだ、やりたい、じっくり待つんだ。これは逃げないのなら、おっと滝川やってくる、ね、滝川やってくる。今は引くぞ。おっと回想2部隊出す、策のある者がいるよ。ここはじっくり待つんだ、
お取りかかるやつはいるのか。この一撃すべてをかける。ちょっとかかってる。スイッチポンにはまだちょっと遠いか。スイッチポンには遠いぞ。さあどこまで稼げるかこのターン。うん、全然スイッチポンじゃない。下手したらあと2ターンぐらいかかる。かかるポン、ね、2ターンぐらいかかるポン。おっと奇襲食らった。これで3ターンぐらいかかるポンになってしまった。なんでそ、お前どこ見てんだ。チギさんどこ見てんだお前。それでもユーラシアの覇者かお前。始めるぞ。うん、ここももう282しかないし危ないな。これでどこまで行くんだ。この一撃全てをかける。こちらが一枚上手のようですね。戦況上がらないか。戦況待て。戦況上げてくれ。ここは耐えるしかないか。耐える。あと2ターンかな。勝負です。うん、これはどうだ。これはスイッチポン圏内か。うん、スイッチポン。これからぞ。うん、まだか。ギリ止まった、ギリ止まった。正々堂々。もうちょいか、もうちょいか。勝負せよ。もうちょいか、待つか、待つか。射抜きます。さあどうだ。来た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 。来るぞ来るぞ。人効果。そして完全に傾く。傾け傾け。君への思い。いよーカストシー。見えていたことよ。見えていたさ。全て。全て見えていたさ。丸見えさ。ここの勝利はでかいぞ。なかなか辛い戦いだった。これはもう城を落として騎乗させたい。騎乗騎乗騎乗させたいんだよ。君の上にまたがりたいんだ。それは騎乗位。君の上にまたがるのは騎乗位。なんで男がまたがる。どうなってんだ。私はゲイか。どうなっているんだい。ここも辛そうだな。辛そうな戦い目白押しじゃねえか。進めるぞ。そろそろ岩村まだ7人か。移動が遅えな。飯田は7000人。もうちょっと集まるまで待ちたい。木曽福島は、兵数はいいが人がまだ来てない。飯山松代でちょっと連携して兵が出せそうである。行っちゃうか。これはもう出しちゃうか。よし、では5とまとめたい。とりあえず飯山に詰めよう。そして春日山狙ってやろう。我に続け。相手集結出してくる。小西行長出してくるか。よし進める。待機する。覚悟してもらおう。後ろから敵撃って出る。出雲の奥に。これもきつい。確実にきつい。五色とか五色とか無理無理。おとりで十分じゃ。さあいつかですね。沢田健二バード2、次はコンサートやれよ。敵の居所、敵の現れ。誰だ君は。誰だ君は。中島だ。中島くん、よし一緒に野球やるか。よし、じゃあ君は広島役やって、僕はソフトバンクの役やるから頼むよ。敵の居所。そんな感じで勝ちたいんだが。知れました。4勝1敗で勝ちたいんだが。おっと出雲の奥にまでやってきた。しゃぶられていようだな。ここは余計なことせず、余計なことせず、ぐっとこらえて我慢だ。ぐっと我慢するんだ。ここは放て。何も狙うな。強撃、強撃とか食らうな。知れました。強撃は食らうな、バカ者。足軽隊前へ。さあ純くんでも強撃入れられるかな。ご命令を。さあグッと我慢だ、グッと我慢だ。やりたい。前へ出て。強撃出す、強撃出す。よしよしよし、放て。強撃になっていく。敵の居所知れ。ゲッチ。純くん足遅いっすね。始めるぞ。さあ出雲の奥には囲んでいる、囲んでいる。強力出していく。しかし敵がどんどん寄ってくる。この佐久間森政はなんだ。危険人物かこいつは。あんまり深追いも良くないぞ。特に純くんはすぐ回想する。始めるぜ。純くん下がるか。純くん下がろう。危ない危ない。いざ進む。純くんはすぐ下がるか。ドイツか。ドイツ。ドイツ純くん。命令してくれ。始めるぜ。私たちは弱い。肝に銘じよう。敵の移動。よしよし。知れました。ここ劣り隊が危ない。劣り隊が危ない。真を決する時。劣り隊切り替えてまいろ。しかし劣り勝発かけていく。危ない危ない。佐久間も森政は劣り隊だったぞ。引いて正解だ。策のあるものが。いやしかしかかってしまった。ドイツ村かかってしまったか。これでどうなるかい。さあ劣り隊前に出てくる。劣り隊出雲の奥に。そして後ろから鬼武蔵だ。怖え怖え。あいつは人殺しだ。正々堂々。一回勝負出るか。太鼓打って出雲の奥に一気に回想できるか。ご命令を。成田空港下がる。始めるぞ。ここが勝負どころだ。敵の居所。ちょっと噛んだけども、この佐久間森政が邪魔だな。この劣り隊はなかなかだ。いやらしい。こちらが一枚上手のようですね。二部隊ぐらい回想いけそうだ。ゲチよ。
ゲッチ。ドイツ村目が覚めた。始めるぞ。いいぞ。策がございます。私に策があります。もう一回太鼓だ。上げていく。覚悟は良いか。でここタイマンで勝っていこう。覚悟せよ。タイマンで勝っていく。ゲッチ、始めるぞ。あわよくばおとり。ゲッチよ、慣れた空港外見る。んこれどうだい。いい。さあ行け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 。一度引よしよしよし。階層出す、階層出す。よし、出雲の奥にも階層だ。いけるんではないか。これはおとりかかる。いや、そのおとりはもう大丈夫かな。前、うん、衝撃かかる。よし、完全に勝ったことが。危ない。そろそろ危ないぞ。もう出てこないよね。いよおかつとし。見えていたことよ。見えてるね、乗ってるね。男の股には一本あるのが大根よ。俺のは大根、言い過ぎた。せいぜいしめじ、せいぜいしめじ。やかましいわ。何がしめじだ。だいたいなんだ最近、この間、この間のプレミア公開、なんだ勝利チャンネルとか言い出しやがって。誰が勝利チャンネルやねん。いい加減にせえ。しまいには年貢勝利氏に改名したらみたいな。うん、それありかも、デュオイってなったわ。それもあんまり言うから、もうそれもありかもと思う、一瞬思っちゃったわ。さあ、トドさんいらっしゃい。そして長宗我部から、あら、長宗我部と、うんと、タガさん、うんうんうん、さよなら。グフグフ。元近が怒っているわ。さあ、早く沢田を落とせ。もさあ、そしてここに詰めて、この集結はすぐ終わると。どうなるかな、ま、さあ、ここの町、ここの町だ。15,000〜9,200 か。なかなかいい戦場。守り側戦況アップ。ここは鉄砲隊アップ。うん、岩村の方がいい。沢田が落ちそうだな。沢田が落ちるか。沢田落ちるか。よし、沢田落ちた。佐渡金山、我らのものだ。よし、捕獲捕獲。おっと、堀の直頼さんと松平の忠俊君か。なんと、行ってしまうよ、行ってしまうよ。今日の日はそうだな、キャンプファイヤーだ。これからキャンプファイヤー。何を言ってるのかよくわからねえと思うが、うん、ポルナレフの絵が出てきそうだが、うん、よし、キャンプファイヤー始めるぞ。燃えろよ、燃え。あーなんだなんだその、あーあーあー、アリさんのあくび。おー、お母さんと一緒か。あのお母さんと一緒のハイダー翔子先生の、あのスプーンの絵描き歌は有名だから、そのハイダー翔子さんの父をガチモミしてた男の子の動画面白かったな。さーらバイバイのところで2周ぐらいしてた、もうおっぱいに向かって。そんな話はどうでもいいんだ。これ熱地城先に行けないのかな。あ、行けないんだ。うん、これカーチースだな。これカーチースだわ。これどうなんだ。なんかまた集結し直してんな。何やってんだこれは。おっと、当たったぞ。なんだこの当たり方。ん、これまたやべえ当たり方したか、これ。いや、集結途中の小西隊と当たったような感じに見えるか。なんだこれは。陣なしならいいけども、陣なしなら、陣ありはちょっと困っちゃう。さあどうなる。あ、陣なしか。まだいいけども、これは勝てるかな、どうかな。何かできるか。ギサ術か。よし、ギサ術で行くか。まあ、相手方小西浮長以外は、うん、そこまででもないな。なんか戦国が2人ぐらいいるけども、ゴンベがこっちにいるんだ。いいぜ、これさ、糸井川の戦い。ちょっと噛んじゃったけども、糸井川か。なかなか読めないやつだな、糸井川。読めそうで読めないやつ。さあ、これはどうする。奇襲とかバシバシ食らうから、これはね、月曜山の上に布陣した者勝ちかな。覚悟しておけ。月曜、これ外邸登山隊かな、これ。始めるぜ。これ月曜、山の上に取り残されて死んじゃうパターンかな、これ。ご命令を。そうはならないだろうな。なかなか高い山だ。この上に陣取るというのか。登っていく、登っていく。我らの部隊登っていく。この山岳戦といえば、御馳峠の戦い、武田対北条だが、
北条最初押していたにもかかわらず負けたのは武田がさらに高いところを取ったから、その線あるな。下地よ、我らも高いところ取っていこう。始めるぜ。さあ来てるか敵は。山の上陣取った。さあ山岳戦が始まるぞ。戦国最大の山岳戦だ。敵の移動、来やがった。知れましたな。先手必勝、もうかけてゆく。我ら見つかっておるか。放て。よし放ったぞ。引っ張られるか。策のあるものがおります。引っ張られたもの1名、真ん中のやつだけだ。この策で勝てるはずだぜ。よし、ステップ、ナイステップ。この策で叩き潰す。ナイステップ。守りきれるか。守りが甘いぞ。よし、後藤又部奇襲。奇襲2発。やっぱり山の上は強い。ここ、山の上の方が強いんだ。よし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 、左から来ている。ご覧くだされ。ゲチ、林さん、林さん、左、尾根を伝って左から来る者がいる。戦国家だ。さあどうなるか。逃げ切れるかい。敵の居所、奇襲やっぱり勝ってしまうか。ちゃんと林さん、ちょっと見てくれ、見てくれって言ったのに。林さん、いや林さんの文句言うと林さんのファンにえらい怒られるから言えないのだ。ちょっと平の正門突出している。そんな突出していると藤原秀里あたりに絡めてしまうぞ。気をつけろ。なんか後ろからも来てるな。後ろ見とこう。我ら囲まれつつある。まるで外帝登山隊。大丈夫かな。敵の移動。さあぐるっと見回して。さあ見つけた。危ない、危ない、今は引くぞ。よーし、一体返そうだ。今だ。そして微妙に強気を一回挟み、一回挟んで危険挑発。さあ機長さんがアナトークでおとり挑発入れちゃって、アナトークで誰もかからない。さあここで現れた小西行長、どうするか。やっていくか、狙っていくか。ここで山の上からみんなで突撃かますか。始めるぞ。小西に向かって、よし、行っておしまい。足止めなんかかけちゃって止まらないぞこっちは。さあ奇襲バンバン、奇襲バンバン入れていく。まもなくこの吉弘さん改装していくでございましょう。よし、この機を逃すな。一度引くぞ。さあ一体回数出す。哀れな弱き者に。足を止めるな。歩みを止めてはならぬ。進め進め、山を駆け下りよ。どこまで進めるか。ちょっとごちゃごちゃして何も見えなくなってきた。やりたい。さあ戦国ただまさ回想させる。そして小西隊取り付いたか。これはんで機長さんのおとり隊にかかりつつあるが、さあこちら回想出るかな。掘りたい、回想しそうだが、ここは小西浮永落としていこうじゃないか。今は引こう。さあ小西回想だ。小西回想、機長さんも回想しそう。いいぞ。やりたい、前へ。これでおっと傾いた。完全に傾く。我らの作戦勝ち。勝つ年、お父さんみたいな力士になりたいな。勝つ年だな。思い出してるようにやったってもう遅いんじゃ。一発で最初のトライでちゃんと決めろ。あ、トライといえばこれスクールウォーズだった。おっと戦国秀則やってくる。んで小西行長、小西行長、もう一回小西行長、さようなら腐れキリシタン。あの世で人身売買のことは、人身売買のこと気にするな。私も小西さんがやったとは限らないんだ。小西さんじゃなくて大友さんの方だって言われている。こっからどこに行く。行くぞ。根知事を取っちゃうか。なんかあっちはなんか集結が始まっている。この集結はなんだね。明智くん19000。そして忘れてたけど、吉高は騎乗させよう。危ない危ない。さああとはここを守ってまいろう。治療で守る方がどんなに楽かということだ。おっと来た来た来た。うわー、こいつあれじゃねえか、武田を滅ぼした蒲生隊じゃねえか。おお、我ら滅ぼされるかこれ。犬以上すり鉢、犬以上。ここは守りはめちゃめちゃ固いが、相手は蒲生8200対9400。だいぶ忍者に削られていく。おっと千坂隊200しかいない。で高坂男女、男女がもういるじゃねえかこれ。なんだこれ。ん、ナイト
山形、真田、おい、お前らなんだこれ、魔人ブーみたいにいろんな強いやつ吸収しやがって、クソ、自分ばっかり。こっちにもよこせっつんだ。なんで、そして遠藤直常、忍者になってしまった直常、そして左近、嶋左近、勝武じゃねえか。今は清浮、昔の名前でやってます。こっちによこせっつんだ、それ言いてんだから。さあ、前振りが長かった。前振り長かった。十面マイクだな。私に任せてください。いけるだろう。よし、これで前。磯君さん、井上守り、がっちり守るぞ。さあ、全軍突撃だけはやめてほしい。それだけはやめてほしいんだ。いつも言ってるけども。さあ、山の真ん前で守っていく。始めよ。おっと、敵早いな。見えているぞ。大丈夫か、これ。嶋左近、勝武だ。早い早い。ちょっと心配。ご命令。さあ、左近に奇襲入るかな。やりたい。ちょっときついか。前、こっちは平地からだから。突き寄り。おっと、奇襲入れた。歯がたい横ちん汚れだ。ナイス。勝手に入っちゃった。トシさんの影に潜み、闇に潜み、前服奇襲成功だ。おっと、これは忍者だった。忍者というか暗殺だな。遠藤さんは確か暗殺を目論むのが得意で、信長を暗殺しようとしたり、姉側でもスルスルスルっと信長を殺そうとしたりしたんだが、全部バレている。バレバレ忍者だ。さあ、これでどうなる。2発ぐらい奇襲入るかな。さあ、海藻出していく。海藻部隊に刺さるかな。刺さらないか。さすがに刺さらない。強撃一瞬出す。強撃かかる。10面マイク入る。どうだいこれは。どうだいこれは。まろやか。もう一度行く。ういっす。ういっす。さあ、一旦引きつつだ。さあ、強撃から逃れる。敵の居所。なんだ、なんで奇襲入るんだ。なかなかうまくいかねえ。さあ、ノコノコやってきたぞ。ノコノコやってきたのは内藤正人だ。兵数が少ない。いいぞ。そして強撃。そして長嶋茂雄隠れる。いいぞ、強撃。内藤に強撃。そして奇襲一発入る。なんか入れられたような気もする。で、陣地は健在。策のあるものがいる。でもなんだこれ、 なんでかばっかり空いてしまった。ばっかり空いてしまったぞ。ならば奇襲かけてまいろうではないか。内藤の階層を狙って見てみたい。よし、これはどうかな。いろんな意味スイッチポン、いろんな意味スイッチポン。さあ、陣は壊された。しかし奇襲、強撃、強撃。ほら、傾いちゃった。ほら見て、ほらほら見て、あの子傾いちゃったよ。放て。ほら、そして勝つとし。この勝ちが明日を切り開く。この勝ちが明日を切り開く。せっかいせっかい。漆黒漆黒、闇の中だ。何を言ってるのかさっぱり。おっと、あんま、あ、穴、穴ある、穴、直球すぎるわ。もっと抑えなさい、抑えなさい、控えなさい。菊の門信君くんだな。よし、梅雪梅雪。梅雪梅雪。さあ、やってまいりましょう。そして稲葉、本田、竹内くん、竹ちゃんマンに、本田のバイク、稲葉の一徹の、これ孫だっけな、道藤くんは。さよなら。ブシーン。無念。これ誰かに似てるな、俳優。俳優誰かに、あのファイト一発のなんだっけな、ドラム叩ける渡辺博之、合ってるかな。言うほど似てないし、言うほど似てないし。さあさあさあ、忠勝の息子をぶっ殺してしまった。織田君、これでも泣いて上向かないかい。泣いて上向いて許しを請わないのか君たちは。そしてこの歯型は寄贈させるよ。さあ、微妙なバランスでなんとか立ち回っていく。よしよし、兵数整いつつあるぞ。木曽福島、そして飯田はもう9人来てるから、ここだけで1軍団作れる。で、こっから後藤又兵衛、根知城、かっさらおうという構えだ。で、春日山は誰もいなくなってるぞ。これなんだ、これは人が、兵数がいなくなって、兵がいなくなってる。これ狙い時ではないか。これ海津と、あー、また人がいね。5人か。なんとかならんか、これ木曽福島、貝塚で払っている。飯山5人、松代0。ダメか。
ダメということか。迷い、ちょっと待とう。取り囲め。よし、ネチ入った。そして同意メンバーやってくる。我々の力見せつけて死んぜよ。おっと、ここはダブルドラゴン使えるぞ。この戦お任せを。しかし10面埋伏でもいいな。まあでもダブルドラゴンでいいかな。ダブルドラゴンでしっかり守って参る。アンカイさん、岩村、上だ。我が先、久々忍び見行くか。行っちまえよ忍び見。よし、そしてキラークイーン、キラークイーン頑張れ。デブチン、あれデブチンって聞こえるんだよな。聞こえるんだよなって、なんだそれ。独り言も言うとこ。始めるぞ。そういえばクイーンの映画やりますね、ボヘミアン・ラプソディ。私がクイーンを最初に知ったのはラジオから聞こえてきたバイシクルレース。バイセコバイセコ、いや衝撃的でしたね。意味が分かんなかったですもん。さあやってこいよ、同意メンバー。同意メンバー、同意同意リメンバーミー。上だ上だ、どこまで行くんだ上だ上だ。お前奇襲食らってなんか終わるパターンだこれ。おいおい、何も見つからねえじゃねえか上田。何してんだ上田。我が先、戻ってこいても。ご覧ください、始めるぞ。うわ、敵にぶつかりそう。上田、上田無駄に速えなスピード。上田無駄にスピード乗ってんねえ、乗ってんねえスピード上田。大丈夫かい。知れました。あら、あれアラーキーじゃないの。アラーキーに似てるけど顔が。あれアラーキーいた。あ、やっぱそうだ、アラーキーだ。見つかってるっぽいぞ。おい上田、大丈夫か俺。我が先、見つかってるっぽい。ご覧ください、一目散に逃げろ。お前敵の移動、ほらほらほら、撃たれてんじゃねえか上田。ほら十字砲火食らってんじゃねえか上田。上田十字砲火食らうなってあれほど言っただろ。言ってねえけど上田。 ここら辺まで引いて一回見張りだ。これもうここでガッチリ敵の移動止まってるだけでおそらく勝てるから。上田何ができる。上田早掛けいるか。いるかその早掛け。さあガッチリ守ろう。もっと早掛けで近づいて、もちろん奇襲にもならない。そして巫舞さんの奇襲をこれ上田で補助だな。なるほど。もっと同意メンバー、上田の前に同意メンバー、ちょっと引いた方がいいんじゃないか。上田が引き込む。そしてここら辺で奇襲入れるパターンだ。よし、ガッチリガッチリ守っていけば勝てるんだ。お、強撃、ちょっと上田一瞬強撃なくなっちゃって洒落てるね。上田くん引いたところを鉄砲でガッツリ撃たれてる。ガッツリ撃たれてるよ。さあ上田、次何ができるの。我が先、また早掛けか。お前スピードスターか。お前、まあいいや、ここで早掛け来ると思う。前行ってやれよ。おお、土井メンバーの元に早掛けで向かうか。なんかお前一人流しのの戦いみたいなやられ方するぞそれ。行け、ほらほら鉄砲撃ってきたじゃねえか。ほら俺一人流しのの戦い。上田一人流しのの戦い。そしてあの強襲隊にズバッとやられたら面白い。強撃とか食らってんじゃねえ。ダメだ上田、ダメだこれ。ご命令。いや、せめてここ強撃入れてやんなさいよ。まだスイッチポンではない。あと一ターンはかかりそう。上田が強撃入れればこのターンでいける。よし、ナイス。岡部がやったのこれは。完全に勝った無垢。これから僕はその、告白するにあたって君に勝つ年、勝つ年。それじゃ誰に何を告白するんだ、この年で。またその学生気分が抜けねえのか俺は。な、40超えて学生気分がまだ抜けねえのか。なんでその告白とかデートとかないんだそんなもの。もうそういう欲求もないんだ。いや欲求はある、俺も男だ。お、木曽義政やってきた。これは武田のところにいたのかな。いらっしゃい。いいな、なかなかいいぞ。氷、薄氷を踏むような戦いを繰り広げてなんとかやっていっている。しかし吉弘隊でいけんのかな、こっから先の城。いざ参る。おっと、やってきたな。どっちだ、なんか2部隊来てるんだけども。さあやってやるよ。又部しっかり守っていくんだ。さあ日常防衛、相手の方が5000ぐらい多い。守りは取れている。やっていきます。ギサ術作。よし、左の山だな。左の山防御。回線ネチの戦い防御防衛。このターンで見えるか。見えてくるかい。敵の居所、さあ見えた。さあ奇襲入るかい。来島か。横槍を入れろ。よし、奇襲入った。太田康介、太田道館の着流はこちらでございますよ。油断。そして奇襲入れた後に先手必勝また入れられる。あべこべだ。太田の義継見えた。
しかしここは守っていこう。放て！奇形鳥初かかるか。かかったはかかった。かかったはかかった。しかし見ていく。何せここは敵地。放て！そう簡単に決着がつくとは思えない。この策で鈴木重則隊削れていく。この策で小刃スイッチ。勝てるはずだぜ。平将門出陣だ。ここら辺奇襲なんないかな。ゲチよ。ズボッと。始めるぞ。前でドズボッと。始めるぞ。行け。今がよし、奇襲。ナイスナイス。敵の居所を。これでちょっと上がるだろう。しよし、奇襲3発ぐらい入った。4発か。いいぞ。これでだいぶ戦況上がっていく。さあ、こちらは奇襲を使い果たした感。いや、もう一発あるな。ゲチよ。桂先生の奇襲が残っている。お覚悟願います。ちょっと前出てまいろうか。おとり隊もだいぶ疲弊している。よし、これでどうだ。今は引く。ターン開始と同時に苦しま隊回想だ。苦しまずに回想させてやったんだよ。やりたい。さあ、上がりきるかな。上がりきるかな。上がりき上がりき上がりき上がり上がりたーき上がりたーきが完全に傾く傾く傾むむむむむ勝つとし。天下を滑るまで。天下を滑るまで。勝ち続けるのみよ。勝ち続けるのみよ。大軍撃破。よし、これでね、地上落ちるんじゃないかななんて思ったりして、思ったりして。なんか滝川隊がまた来るんだけども。三村を、ほら、すごいのがいるよ。吉明くんがいるよ、吉明くん。ほら、将軍殺しかな、僕。僕、将軍殺し。将軍殺し、殺し。ドロシーはオズの魔法使いだけども、ああぶっ殺しちゃうんだね将軍でも。死ぬというか。ああ糸哀れ、糸哀れ、糸おかしい。糸おかしいってのは趣があるってことですよ。おかしいわけじゃない。これは糸哀れ、哀れ、哀れがいいんです。何の言い訳かよくわからないけども、あなんか持ってた、なんか持ってたね。もらっちゃった吉明くんのなんかを。あ、これ出てくるね、ね、地上出てくるな。というところでお時間だな、これ。ここで2連戦あるのはもう間違いがない。で、なんかここ集結かかってる、かかっちゃって、あー、こっちになんか出ようとしてる。また岩村狙ってるわ、あいつら。なるほど。こうやってちょっとずつ兵を減らさして、なんとか攻勢に打つチャンスをうかがっていかないと終わらない。戦争合戦終わらない。そのままぶっ続けてまた南部が攻めてくるわ。というところで次回、乞うご期待よろしくお願いいたします。